ヘミナ、バターコーヒーって飲んでますか？バターコーヒーね、やばいよ。いや、ガチさ、ガチ集中力3倍上がるぜ。これ、法律的に禁止にされてないのぐらい集中力が上がるわけよ。ぶっ飛ぶぜ。Alright, so、バターコーヒーって今流行ってるよね。本当にアメリカでシリコンバレーとかでめっちゃ流行ってるんだけど、誰が考えたのか発明したのかっていうのは、ま、実はね、多分ね、何百年前からバターコーヒーっていうのがあったわけよ。で、デイヴ・オスプレイっていう人が、ま、ボレットプルーフコーヒー、ボレットプルーフコーヒー、あの弾当たっても平気だぜっていうコーヒーを作った、開発した人がいるわけよ。で、彼はなんかヒマラヤ、ネパールのとかに旅行してて、すげえ寒かったんや、山登ってて。で、なんかその地元の人たちがティー、お茶を出してくれるわけよね。で、飲むじゃん。いや、めっちゃバター入れてんの。で、それ飲んだら超体が元気になって、山登りが簡単にできるようになったっていうのが、このボレットプルーフコーヒー、まあ今のバターコーヒーの、流行ってるバターコーヒーの元なんだよね。で、どういうことかというと、実は体って、まあ、2種類のエネルギーのソースがあるわけよ、ね、1つはお砂糖だよ ね、炭水化物砂糖だよね、うん、で、お砂糖を食べると体にエネルギーが湧いてくる、まあ、膵臓のいろいろ関係が入ってインシュリンが出てきて、お砂糖を例えばドーナツとか食べると、チョコ食べるとうわーってピークになって、すごいクラッシュするよね。まあ、これがお砂糖のエネルギーなんだよね。で、もう一つのエネルギーのソースがあるんだよ。それは、まあ、ケトン体、ケトジェニックって呼ばれるんだけど、ケトン体質とかさ、結構聞いたことあるじゃん。それは脂肪から来るエネルギーなんだよね。で、これは膵臓とかインシュリンとか関係ないから、もうマジ脂肪、バターとかそういうオイルを飲むと、植物の脂肪オイルも頭に、脳にストレートで行くんですよ。これね、本当に認知症になっている人たちにも、このような、まあ、MCT オイルとか、こういうオイルはすごい効果を実は表していて、まあ、本当にね、今後の研究も期待できるようなことなんですよ。まあね、デイヴ・オスプレイは、まあ、本当にね、このね、バイオハックが得意なんだけど、まあ、ある程度マーケティングが大好きなんだよね。で、僕が買っちゃったのは、このね、ブレインオクテインっていうめっちゃ強いオイルと、バターコーヒー用のXTT オイルっていうのもあるんだけど、まあ、基本的にどういうことかっていうと、自分のコーヒーにちょっとした、まあ、ココナッツオイルでもいいし、バターでもいいし、ちょっと混ぜて、こういうウィーンっていうやつでグイーンってコーヒーを作るんですよ。するとどうなるかっていうと、いや、ガチさ、ガチ集中力3倍上がるぜ。いや、本当にこれ法律的に禁止にされてないのぐらい集中力が上がるわけよ。もうやばいほど。でね、このコーヒーに入っているカフェインと、このケトン体にしてくれるエネルギーがダブル掛け算で、もう結構くるわけよ。ほんまに集中力上がるので、実はね、3種類のバターコーヒーの作り方っていうのが、まあ基本的にはあって、これをちょっと紹介したかったんだ。一つ目は、まあ、デイヴ・オスプレイが言ってるような普通のバターコーヒーなんだよね。で、どういうことかというと、まあ、グラスフェットバターっていうのを購入して、で、それをミキサーに入れるわけよ。ごめん、この間ミキサー売っちゃって、ミキサーにコーヒーとバター大さじ1個みたいなのを入れるわけよね。で、それで蓋閉めてグイーンって、ね、ミキサーをかけるわけよ。そうするとフラペチーノみたいなフォームができて、よ、これマジやばいぜ、うまいのよ。でも基本的に僕からの視点から見ると、片付けがめんどくさいから、それはクリス的にはノーなのね。なので、僕はこういうなんか1200円でカリタのやつを使ってるわけよ。この方が片付けが簡単なんだよね。 Alright、 でもね、バターめっちゃええんやけど、これね、日本でバターって高いのよ、ね、グラスフェットバターの方がなんとかの死亡率が高いから、ちょっとすごいね、細かくてよくわからないんだけど、グラスフェットバターがいいわけよ。で、グラスフェットバターっていうのは、お牛さんがグラス、芝生を食べてる、それだけの、ね、そこのミルクからできたバターだよっていうのが、すごい頭にはいいらしいんですけれども、なんとですね、日本のバターは高いのよ。
よくさスーパーでバター品切れになってて、なんかバターはお客様1名1箱お願いしますみたいなの見たことない？それなんやって。いや俺も分かんなかったから、北海道のグラスフェッドのバターメーカーさんに電話して聞いてみたのよ。どうなってんすかって。そしたらね、面白いニュースが出てきたの。それは実はね、海外のグラスフェッドバターはそんなに高くないんですけど、日本では高いんですよ。なぜかというと税金がついてるんですって言われたのね。でどういうことかというと、ミルクっていうのが牛から出てくるんだけど、このミルクをバターにするかミルクにするかっていう話で、ミルクにした方がミルクをその牛を育ててるファーマーの方に利益が出るんだって。なのでこの限られた品の中でバターにすると売り上げが低くなっちゃうからミルクにしてるわけよ。じゃあどうなってんのっていうと、バターが切れちゃってるわけよね。でじゃあ海外から輸入すればいいじゃんって。でもそうすると今度そのファーマーがかわいそうになっちゃう、ちょっと戦いが激しくなっちゃうから、このファーマーを守るために税金がバターにはすごいついてるんですよって言われたのよ。はっっていうことは、まあ本当に僕はね、専門家じゃないんで具体的に今今日どうなってるのかっていうのは分かんないんですけれども、ポイントは日本でグラスフェッドバターを買うと高いのよ、ね、海外で800円のこのぐらいのブロックが日本では3000円とか余裕持っていっちゃうわけよ。どうする？ここでバターコーヒーの2つ目の方法、これはですね、ココナッツオイルをバターの代わりに使うっていうことなんですよ。まあ正直言ってね、バターじゃなくてもいいわけよ。この中性脂肪っていうのかな、この脂肪、このファットが入っているオイルを狙うことが大切なので、植物系のオイルでもいいんだよね。ごめん、中鎖脂肪酸。まあガチ行きたいんだったら MCT オイルのパウダー系もありなのよね、こういうブレンド品とかもあるんだけど、ガチココナッツオイルでも大丈夫なんだよね。でココナッツオイルのいいところと悪いところが2つあるのね。悪いところは夏だったら、ね、バターみたいオイルになってんだけど、ね、冬とか秋とか春だったら固まっちゃうわけよ、ね、これ硬いのよ、ちょっと見えないんだけど、ね、だからちょっと入れるのがちょっと面倒くさいなっていう僕個人のことなんだけど、でもう一つは、まあやっぱ今は最近安くなってきたけど、まあちょっと値段するよねっていうことなんですよ、うん、でココナッツオイルで一番気をつけないといけないことは、これねスプーン3杯とか入れちゃうともう地獄の下痢になっちゃうんだよね。これ結構何ヶ月やって慣れたら自分の体がどこまで受け入れられるのかっていうのが分かるんやけど、これを知らないで例えば職場でココナッツオイルバターコーヒーとか作っちゃうと、これねマジね気をつけないと地獄の下痢になっちゃうんだよ。もうトイレに行ってトイレから出られなくなっちゃうわけよ、午後まで。でこれね本当にね2ヶ月に1回ぐらい経験してるので、僕のおすすめは、まあ、ココナッツオイルね、お腹が強い人はいいんだけどちょっとなって思うんだよ。で3種類目の超いいココナッツバターっていうのが、バターコーヒーがギーコーヒーなんですよ、ね、ギーって何やって聞いたことあるよね。ギーってインド料理とかでよく使われているもので、まあ、クッキングするとき普通のオリーブオイルとかよりこのギーオイルだったら400度まで火をつけても悪くならないっていう、もう本当にクッキングにやばいオイルなんだよね。でギーって何やって俺調べたんや。ギーってバターのいいやつなのよ。だからこのねギーイージーっていうのは僕今最近流行ってるブランドなんだけど、グラスフェットギーで、この作り方が面白いのよ。これ税金をうまく引っかからないように通してると思うんだけど、ね、グラスフェットバターを塗るっていうの、茹でるのよ、ね、で上にプカプカ白いのが出てくるんだけど、それをフィルター通してそれ以外のすごいピュアなグラスフェットバターがギーなんですよ。でこのギーねマジねもう違法じゃないかぐらい集中力が上がるのよ。本当にもう
気をつけないといけないぐらい。だからこのギーは特にあのね、もう全然この小さじ1杯でスタートでいいと思うんだよね。でこれをこのコーヒーに入れて、あったかいコーヒー、ミルクも入れていいよ。でこうやって作ってこれを飲むわけよ。やばいよ、ブログ書いてる人、本書いてる人、コース作ってる人、教育系の質問とかを作ってる人、アートやってる人、ぶっ飛ぶぜ。僕のおすすめはバター。でもバターは高い。なのでループホールとしてギーを使っています。ギーやばいぜ本当にね。値段も結構まあ安くはないんだけど、フレンドリーで、ココナッツオイルよりまずは僕は個人的には質が高いと思うし、下痢にならないっていうポイントなんだよね。バターコーヒー、騙されたって思ってちょっとギーコーヒーやってみてください。やばいぜ。 Alright, I love you guys. I hope this helped you focus better. で、あとね、あのコーヒーだから、これあの朝に飲むもんだからね、夜とか飲むと寝れなくなっちゃうと思うので、そこは十分気を使ってやってみてください。 Alright, I love you guys and I'll see you in the next video. どうもありがとう。